映画が大好きな私が過去に見た作品を記憶にある限り大体な感じで紹介します。ネタバレ、うろ覚え、設定間違い、適当な説明、ざっくり感などを含みます。キャラクターの名前なんて覚えちゃいません。あらかじめご了承ください。苦情は受け付けない。時間を気にしながらホテルで賭けをする男。その頃鉱山施設では尋常じゃない大爆発。そして尋常ではないスパイアクション。泥棒たちが鉱山施設から宝石を盗んだぞ。幸運の女神を呼ぶ秘訣は敵に味方させないこと。キラーフィッシュ。1979年のイタリア・ブラジル合作映画。監督はアンソニー・M・ドーソン。なんか知らんが別名のやたら多い人。アンソニー・デイジーズ、アンソニー・ドーソン、アンソニー・マルゲリーティなど。B 級映画が多いが、大手の映画会社とも仕事した監督。ウィキ曰く、妙に明るい動物パニック映画。頻繁にトロピカルな明るい BGM が挿入される。そしてミニチュア撮影の得意だった監督らしく、やたらめったら派手なミニチュア爆破シーンが多い。スパイアクションだったり、ラブロマンスだったり、ピラニアだったり、いろんな娯楽要素がごちゃ混ぜの楽しい作品。ピラニアは凶暴なやべえ魚だという印象があるのは、こういった作品の誇張した表現が原因である。ピラニアが人をモリモリ食べることはほぼないらしい。タンパク質がとっても豊富なピラニアは、アマゾン周辺などでは逆に人間がモリモリ食べてる。ピラニアからしたら人間の方が凶暴でやべえやつだ。肝心のピラニアはあまり出てこず、造形はチープだが、シャークネードなどに通ずる気もする上手テイストな作品。なかなか見応えのある多ジャンルの良い B 級映画。ちなみに日本版のベストタイトルは恐怖の人食い魚群。それではブラジルのリゾートからネタバレ。ほとぼりが冷めるまで湖に宝石を沈める泥棒たち、泥棒の黒幕だった賭けをしていた男と合流する。60日後に湖から回収しようと約束するが、やっぱり裏切って宝石を盗もうとする一味の兄弟。映画の泥棒一味は裏切りが当たり前ですよね。盗もうとしたら何かに食われる兄弟の一人、もう一人の兄弟も別の仲間と共に食われてしまった。学べ。実は黒幕の男が裏切り者を殺すために湖にピラニアを放したのだ。お前はどうやって回収するんだ？モデルとイチャついている最後の仲間の男は仲間の死について黒幕を怪しんでいるみたい。なのでとっとと宝石を回収しようとする黒幕と恋人。生肉を撒いたので大丈夫という理由で恋人に回収させようとする黒幕。なんて安っぽい作戦だ。無論仲間の死体を見たりピラニアに襲われる恋人だが、なんとか無事に宝石を回収したぞ。ひどい彼氏のためによく頑張った。宝石を回収できたけど、ひどいハリケーンに見舞われる黒幕と恋人。たまたま近くにいたモデルの船に乗せてもらうと、モデルと仲良しの最後の仲間の男も乗っていた。また尋常じゃない大爆発。ハリケーンでそんなに爆発するの？モデルたちの船は座礁して沈没しそうなため、自分の撒いたピラニアのせいで身動き取れなくなっちゃう黒幕。因果応報とはこれだ。イカダを作るも太めのカメラマンが乗ってしまったためダメだった。助けに来た飛行機は救命ボートを落としてくれたが墜落した。自分だけ救命ボートで脱出しようとするクソ黒幕。決死の覚悟で最後の仲間の男が湖に飛び込んだぞ。そして物語は二転三転する楽しいフィナーレ。星4つ。終わり。